勝負します。はい、皆さんこんにちは、小林夫婦です。はい、いつもご視聴ありがとうございます。ありがとうございます、はい、今日はですね、予定通り夫婦2人のお休みということで、今日は箱根に向かっておりますね。はい、とりあえず今からお昼を食べながら箱根方面に向かおうという感じですね。うん、ちょっと箱根神社で今年あまり神社行けてないからね、ご祈祷してもらいましょう。ご祈祷を、はい、お参りをして、今日の Vlog もぜひ最後までご視聴くださると嬉しいです。それでは早速スタート。お昼ご飯を食べたいと思います。箱根ホテルに到着、はい、到着いたしました。ね、本日の想像を絶する小さい。シソのムースとシソのアイスクリーム。バッタになった気分。ちょっと。ごちそうさまでした。はい、なんとか駐車場に入れました。すごい混んでる。やっと止められたね。やっと止められた時にちょっとね、駐車場、あれキャメラマン今日も頑張ってくれてます。では参ります。あ、風が涼しいね。気持ちいいね。気持ちいいね。こっちだよ。こういうとこも撮っとこうか。サングラス持ってくればよかったな。あ、サングラス絶対必要だよ。持ってきたよ。でもほら、神様のところに失礼じゃん。まだ入り口そっちだからいいんじゃない。私はかけ、いや、もうでも鳥居を2つくぐった。あ、そっか、すいません。参りましょう。はい、参りましょう。釣りしたい。釣りしたくなるね。そう釣りしたくなる。釣りしたくならない、ね、ならないよ。こういう杭のことね、すぐブラックバスが使う。そうなんだ、これゴールド対石があって杭があって、いいストラクチャーだと思うよ。あ、ストラクチャーなんだ、へえ。釣りしたいね。なんか若干ね、もう膝が痛い。膝が痛いの？ちょっとももが来てる。やば。日暮らしが鳴いてます。久しぶりだね。もっと左を歩いてください。久しぶりだね。うん、もう神聖な空気が流れてますね。
気持ちいいです。今日あの気温がちょうどいい。ちょうどいいね、うん、しましたけど久能山とかぶってるのかな記憶がさ、うん、ちょっと太もも痛いすごい並んでるね。並んでるね。いや階段が結構きつかったよ。祈祷が終わりました。祈祷が終わりました。紅白の飴をいただきました。久しぶり。平らなところでこける人。要は満足。要は満足じゃ。ありがとうございました。ありがとうございました。神様ありがとうございました。ありがとうございます。お邪魔いたしました。はい、ということでお参りも終わって、今からね、今日泊まる宿に移動しますね。はい。はい。見えてきた。金の竹。はい。金の竹。橋を渡ります。吊り橋みたいになってる。本当だ。下に橋脚がない。うわー、すごい。どんなホテルなんだろう。素晴らしい景色が広がってます。小林です。はい。小林。はい。美味しすぎる。美味しい。美味しい。お疲れ様でした。はい。はい。ああ。美味しい。美味しいね。ね。久しぶりの生ビール。美味しい。一個いただきます。あ、しっかり味がついてる。美味しい。うん。いただきます。うん。あ、滑らか。滑らか。うん。ございませんので、お出かけのメッセージをお願いいたします。はい。お疲れ様でございました。どうも。お願いします。わあ。失礼いたします。広い。え？どうなんだ。はい、ありがとうございます。わあ、すごいね。広いね。Thank you.
すべてがオープン。そうね、これ台所かと思ったよ。キッチンかと思った。キッチンスタジオ。そう、キッチンスタジオ。お料理教室。皆さん覚えてます？料理の鉄人。そんな感じだよね。料理の鉄人見たの、ここもステンレスだもん。そうだね。すごい、ね、斬新だね、初めてだよ。斬新だね、このデザイン。リビングから食べるんだけど。オープン、オープン。これだって付き合い始めのカップルだったら恥ずかしいよ。恥ずかしいね。まあまあ、ちょっとライトはあるんですね。まあね。でも広いね、かなり広いね。座席よね、座席。なんていうの、そこ座ってみてくださる。どの座席。苦しゅうない、苦しゅうない。地高よれって。すごいよ、見てください、この眺め。そしてね、あのテレビがないんですよね。ね、テレビはないそうです。ここは、まあ、カウンターになってるね。浴衣とか。まあ、それ女性用の浴衣、ね。三種類と。うん。コーヒー置いてあって、で一応あのクラブフロアなのでドリンクの方はすべて無料で。ここにあるものはすべて無料でいただけるそうです。すごい、ワインも赤白シャンパン揃ってます。あとビール、お水、これは何だろう、ナッツ、うん、レーズンも入ってます。十分すぎるぐらい冷蔵庫の中には飲み物が入っております。あれ、ちょっと若ぶっちゃった？すごいでしょ？うん、ちょっと若ぶっちゃった。ひどい。なるでいいけど、かわいいでしょ？うん。なかなかほら、着れないちゃん、こんなの。そうだね。座敷わらしみたいじゃん、私。大丈夫？殿だよ。あ、殿じゃない、姫だよ。貫禄がありますよ。うん、さあ、なかなかないよね、この。なかなかないね。なかなかない。ちょっとあまりにも斬新なデザインだね、この部屋はね。はい、食事に行きまーす。食事に行きまーす。はい、夕方来ちゃった。ちょっとさっきの音恥ずかしかったから。少し落ち着いた感じの色ね。ね、はい、うん、大人っぽいようにしてみました。はい。じゃあ行きましょう。はい、行きましょう。はい、重たい？それでは、食事の時間になりましたので行きたいと思います。食事は5時半か、7時半かのどちらかということで、まあ、私たちはちょっと早めに5時半の時間を選びました。はい、では今から行きたいと思います。はい、なんか下ろしてた方がいい。そうなの？小僧みたいになっちゃうじゃん。小僧の方が似合うじゃん。そう、ナチュラルな感じでいい感じ。あんまり若く見られたくない。そうなの？年相に見られたい。そんなこと、私1歳でも本格見られたいわ。年相に見られたい。はい、足元ダンスだ。
差ございますので気をつけくださいませ。すごい、いいね、うん、いいね、めちゃめちゃいいじゃん、落ち着くね、うん、おやすみなさい、失礼いたします、失礼いたします、はい、ジンジャーエールでいいの？ジンジャーエール、うん、私はどうしようかな、部屋に行けばいただけるけど、お食事とともにいただくのであればグラスのワインにしましょうか。久しぶりの会席で嬉しい。会席って嬉しいよね。女性の会席大好きなんだよね。いろんなものをちょこちょこ食べれるっていうところでは女性はすごい好きだと思う。男性はやっぱりなんか大皿でドンみたいな、メインドンみたいな感じでしょ。女性は違うんだよね。ちょっと少しずつ。うん、いいね。見てこの景色ね、落ち着くね。こちらでまずですね、前菜3種類、まず一番奥にございますのが和牛の炙り寿司でございまして、こちらが先付けでございます。かぼちゃの和風のポタージュでございます。すり流しでございます。旬のエゾアワビとトウモロコシ、そして蓮芋のですね、梅肉和えでございます。うん、うまい、うまい、うまい、続きましてこちらがお椀でございます。よろしければ蓋を開けてください。こちらがですね、石川県の輪島塗りの器を使用しております。美しいですね。それでは蓋の内側はですね、こちら当館オリジナルでございまして、四季草花、四季のお花が描かれております。ピンク色のお花が春の梅ですね。その下が夏の爆紫陽花、上に秋の梅干しかと冬の水仙、4種類でございます。ぜひ目でもお楽しみください。そしてお料理お出しでございますが、こちらすまし汁仕立てと申します。こちらが北海道白口浜産の昆布と小田原の老舗かぼつねのかつお節を使用したほうが、和牛の冷製しゃぶしゃぶがご用意しております。田楽焼きでございまして、白味噌の中にしその実を混ぜて少し食感もお楽しみいただけるようにご用意しております。下には京野菜でございます。鴨茄子という丸くて水分が柔らかい茄子と、上にはですね、山科唐辛子でございます。うん、味噌がね、甘い、甘い、うん、続きまして、シー魚でございます。こちらもよろしければ、よそ蓋を開けください。こちらですね、冷製の羽豚蒸し、茶碗蒸しでございます。中にはですね、和風部に北海道産の豆と、あとは静岡県、この近くの西の枝豆という枝豆ですね、ご用意しております。こちらの肉でございますが、神奈川牛の A5 ランクでございまして、通常サーロインのご用意なんですが、本日はフィレ肉のご用意でございます。何で2人で撮るの？4枚ぐらいもう出ちゃう。うん、一気にお願いします。ありがとうございます。今日は、ヒレ肉だそうです。いただきます。お塩、どう？うん、柔らかい、柔らかい、うん、いただきましょう、うん、
てください。皆さんお気をつけください。かっこいいねここ。ありがとうございます。以前は本当にバーとしての営業もあったんですけど、うん、まだコロナの関係でバーとしての営業もちょっと控えさせて。あ、そうなんですか。はい、場所だけ変更してみたら力がこういったのかな。あ、そうね。今日は頑張ってくれてる。嬉しい。私はゆっくり飲んだり食べたり。ありがとうございます。こっちの、ああ、そうですね。雰囲気いいね。デザートいただきます。あ、シャーベットか。もうちょっと溶けてくるでしょ。あの、歯に染みるのよ。近く限りだ。そこだね。はい、じゃあビールでも飲みながら花火でもします。しますね。しますか。線香花火。花火大会。花火大会しましょう。うん、夏の。花火大会。はい。レッツゴー。うん、僕はこのホワイトベルグ。ベルギービール。ベルギーなんだ。うん、あ、本当だ。はい、私もそれにします。金魚。メダカ。金魚。メダカ。線香花火やばいよ。はい。線香花火。線香花火難しいね。はい、じゃあ行きましょう。どっちが勝負。反対だよ。勝負します。はい、せーの。どっちが長く持つか。長く持つね。やばい、やばいかも。落ちちゃった。勝った勝った。くそ、やった、勝った勝った。はい、乾杯。お疲れ様です。うん、飲みやすい。フルーティーだね。Deep within、うん、Here we go。 Somehow I'm caught in the middle。 ちょうどこの気温がちょうどいいんだよ。箱根だからってのもあるし、今日のその箱根とかお気に入りになったの。お気に入りの宿です。ちょっと、うん、なんか本当に、うん、あの心と体が休まる、そういうお宿。静かな、ね、あ、たまたまそうなのかもしれないけど、うんうん、本当にゆっくりできるそういうお宿です。うん、そうか。はい、ゆっくりできましたか。うん、部屋も広いしね。うん、今週ちょっと仕事も忙しかったしね。忙しかった、はい、今日は日曜日だけど、うん、朝会社行ったからね。そうだね。そしてバタバタと一日ね、3時間ぐらい仕事してから今日でございます。うん、はいはい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。また頑張りましょう。はい、はい、ちょっとね、お風呂にゆっくり浸かりましたけれども、涼みにラウンジに行きます。ビールもらってみましょう。ラウンジもすごい落ち着いたラウンジなので、あ、もうずっといたいなって思えるようなラウンジ。いいお湯でした。なんか柔らかいお湯だったね。Days without water along the sun-soaked road.
borders get where we are. And it's all for you. I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  did it all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. これはいいです。